にちは。先日ですね、チャンネルの方にコメントがありまして、アスカ、チャゲ&アスカですね、アスカの、まあ、ある時期のというかですね、まあその時によって髪型違いますので、一つの髪型を再現してほしいというコメントがありました。でその時にですね、そのコメントの中に再現してほしいということと、パーマなしでもできると思うのですが、パーマをかける場合どのようなパーマなのかっていうのを教えてほしいということと、 YouTube の動画のですねリンクがありまして、その時にですね、これはモーニングムーンっていう歌なんでしょうかね、その動画がありますので、動画を見たらですね、その時の髪型っていうのが、まあ、よくやってたアスカの髪型だと思うんですけど、アスカ髪型ですね、検索してみると、まあ、こちらのというかですね、小さいんですけど、例えばですね、この辺の頭とかですね、リーゼントのような感じですね、まあ、似たような感じなんですが、これもそうかも分かんないですね、こういう感じでですね、片方上げて、まあ、アップバングっていうかですね、片方右側を上げて、そして左側をバングさせたスタイルっていうことですね、そんなような頭ですね。でそれを今日この1個使ってやってみたいと思うんですが、ただですね、このコメントしてくださった方がどういう立場の方かっていう、例えばですね、理美容師でそういうスタイルを作りたいということであれば、まあ、技術的なものになるんですが、例えばその方が理美容室に通うお客様でですね、どのような注文をしていいのか、またはそれで、家でですね、どのような手入れをしたらその髪型になるのかっていう、その、まあ、立場の違いでお答えするのもまあ異なるんですけども、まあ、それちょっとわからないので、まあ、両方に通じるような感じでですね、実際にこのウィッグ使ってやってみたいと思います。そのスタイルなんですが、まあ、今検索してちょっと小さい写真で分かりにくかったかも分かりませんけども、右側ですね、右側はこう上げます、右側上げて、そして左側、前髪の左側をこう下げて、で全体的にはもうリーゼント調ですね、こんな感じでこうバックにします。で長さはですね、そんなにですね、全体的に、例えばもうここの上げたところが全く分かれないように短くして、強めのパーマとかアイロンとかかけてしまって、もう絶対分かれないカチッとした頭かっていうと、まあそうでもなくてですね、まあセットした時にはこういうふうに分かれないで、こうリーゼントにこうサイドバックのような感じになるんですが、ちょっと時間経ったりこう動いたりするときは、多少少しこの長さがありますので分かれるんじゃないかなっていう感じですね。でもまあセットした基本の形はもう分けないで、こうバックにこちらに行くっていうことですね。そしてシルエットはですね、まあその時のいつ頃なんでしょうかね、これ。まあ時代の流行りっていうのもありますので、まあ結構スクエアシルエットですね。スクエアな感じで、本当男性的な感じで、そして長さ、横の長さもですね、まあその頃って結構、まあ耳出したりでとかですね、場合によってはもう揉み上げ斜めに切ったりするようなこともあったんですけども、アスカの写真を見るとですね、多分カットした時には、短めの時には耳はっきり出してるかもわかりません。それとか、ほんのちょっとだけかかるぐらい。まあ、いずれにしてもですね、耳半分とかその耳の下とかってことはないですね、もうほとんど出るというスタイル。そして揉み上げもですね、あまり長くというよりも、まあ、斜めではないんですけど、少し残すんですけど、結構短めのスタイルにしてるようなんですね。でそして後ろはですね、刈り上げないで、まあこれもそんな長くするわけではなくて、まあ刈り上げないですっきりした形。まあこのウィッグだと、まあほとんどこのぐらいか、もうちょいここを切る程度ですね。こんな感じですね。このようなスタイル作るのにですね、まあもともと素材って、まあその方がですね、どのような原型で、どのような毛質で、どのような毛流で、毛量でっていうのによってですね、作っていく技術っていうのは変わってきます。で例えばですね、毛質とか原型とか、多分アスカってこういう頭にするということは、こういうスタイルになりやすい条件が揃ってるんじゃないかなと思うんですね。こう無理に何かパーマをかけてそっちにしてるというよりも、まあ、結構溶かして整髪料でもつけるとこういう感じになるような毛質なんじゃないかと思うんですけども、そういうふうにですね、条件が揃ってる場合、こうやってですね、整髪料つけて溶かしたら、でちょっと膨らむところ少しだけドライヤーで押さえるぐらいで形がついちゃうような場合で
でしたら、まあ、カットだけでできると思うんですね。まあ、なかなかですね、そうばっかでもないですね。いろんな人の頭を見ますとですね、例えばですね、前に向く癖がこう強い場合ですね、前に向いてる癖が強い場合、それを後ろにするっていうのは、まあ、逆方向になりますので、やっぱりカットだけでやろうとすると、まあドライヤーでしっかり時間かけてやれば、まあどんな頭でもドライヤーでしっかりやればカットしてやれば形はつくんですけど、まあ楽につけよう、形をつけようとするとですね、やっぱり前に向く癖が強ければ強いほどですね、やっぱり薬液でしっかり後ろに行きやすい癖をつける必要があると思うんですね。まあそれはコールドパーマ、普通のパーマですね。パーマで、あまりにも強い場合には、ちょっと強めのパーマですね。ただ、強めのパーマにすると、洗った後、やはりカールが出てますので、まあ、このスタイル、ちょっとイメージ的にそんなに、こう、カーリーヘアではないので、後ろに寝かすために強めにかけたんであれば、ちょっとドライヤーで少し伸ばすような感じなセットが必要だと思います。それとかですね、まあ、そこまでいかなくてもですね、例えば、まあ、日本人に多いんですけど、サイドをですね、耳出したり、ほんのちょっとかかるぐらいにすると結構立つ場合があります。まあ、サイドだけではなくてこの上の方もそうなんですけど、サイド立つような場合にはですね、一つの方法としてアイロンでですね、まあ、アイロンパーマで、まあ、ちょっとこう周りは寝かして、まあ、上の方には必要に応じてですね、まあ、カールが必要なのか毛流を変えるのが必要なのか、必要に応じてアイロンでアイロンパーマでやることがいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、いずれにしてもですね、その条件によって何をやるのか、また長さをどうするのかっていうのはまあ変わってきますけれども、先ほど言いましたようにですね、やはりこうバックにしてもですね、少しこう分かれるっていうのはやっぱり長さがあればやっぱ分かれやすくなります。もう本当に分かれないように、例えばアイロンパーマとかでやるんでしたら、もうここもう本当5センチとかですね、そのぐらいにしてもっと短くとかですね、もうパンチパーマ風にですね、そうすればもうカチッとしちゃうんですけど、そうするとあのアスカのイメージっていうのはとはまた違ってきますので、それとやっぱりかけた時に、まあ、例えばカットをして理容室美容室でパーマかけてこうやりやすくなったとしてもですね、じゃあ伸びてきた時、カットしたてと半月ごとはまた違います。そしてまあ、1ヶ月ごとも違います。でそのまま2ヶ月置いたらですね、まあ、全く違ったスタイルというかですね、同じようにはならないのはこれは当たり前のことなんですが、まあ、例えばその時その時によってですね、かけたてでもう形がつくんでしたらもうそのまま形をつければいいし、まあ、ちょっとこう どうしても伸びてくると分かれやすく、長さが出てきて根元も効いてないですから分かれやすくなりますけど、まあ、そうしたらですね、バックなんですけどちょっと分かれ気味のバックにするとかですね、そんな風にすると、まあ、いいんじゃないかと思います。まあ、実際にですね、そのアスカ自身もですね、そういう風にしてたと思うんですね。まあ、カットをして、その前毎日毎日プロに手入れしてもらってるわけじゃないと思いますので、まあ、カットしたての時とか、まあ、ちょっと伸びてきた時の手入れ法っていうのはまあ違ってると思います。まあ、それがまあ自然な、まあ、人間の髪型ということになるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあこのウィッグなんですが、まあ、人間でもそうです、当然そうですけど、まあ、ウィッグでも何でもですね、じゃあどういう条件なのか、そのやろうとする対象がどういう条件なのか、まあ、作るスタイルはもう決まってますので、まあ、決まってるというか、条件に応じて例えば長さを何センチにするかっていうのは当然変わってきます。あのようなイメージをするのに、例えばアスカの髪型はカットした時に何センチってこう書いてあったとしてもですね、まあ、条件違いますから、その人は例えばじゃあ8センチって書いてあるけど、7センチにしなきゃとか6センチにしないとそのスタイルに ならない場合もあるし、場合によってはもっと長くしないとならない場合もあります。それとか例えばこう周りの方にしてもですね、アスカの髪質っていうのもしこうサイドも寝やすいんであればですね、理想の状態にカットしてあってもサイドがすごい立つ場合、そしてそれに、まあ、カットだけでしたい場合っていうんであれば、やはりこの辺も長さを残さなきゃいけないわけですね。ですから条件を必ず見て、そしてどのようなスタイルにするためにどうするか、何センチにするのか、
とかっていうことを考えてですね、で今日はこのウィッグですので、まあ条件というかですね、男性のヘアスタイルするのに、まあこれマネキンはこれ女性のマネキンですから、まあ原型が男性の原型とは全く違います。もう丸いです。これ男性の原型はもっとスクエアになりやすいんですけども、女性のあのこのマネキンというのはもともと小さくてですね、丸いですね。ですからこうスクエアになりにくいので、やはりスクエアにカットをしないとなかなかこの角のボリュームっていうのは出ないと思います。今ですね、これトップの毛はですね、一番長いところ13センチあります。そして前髪はですね、前髪これ今下ろしたところ 目のちょっと上ぐらいなんですけど、ここはもう下ろしますのでほとんどこれ切らなくてもいいぐらいですね。そしてそうするとですね、ここの前髪今この長さなんですけど、例えばじゃあそうですね、ここで7センチ分かれるんでしたらちょっと長めでもいいんですけど、やっぱちょっとバック調にするためにはあんまり長いとなりにくいので、ここ7センチぐらいに切ってみますね。ここ7センチ。そして、モーカのところはですね、この原型丸いので、ここにボリューム出そうとしても、長さがないとボリューム出ないので、7センチからちょっと長くなって、ここはストーンと、バックは、ここには、後ろにはボリューム出さないで、ストーンと取ってしまうと。今ちょっと長さがここ残ってますので、これは取っちゃいます。で、下はもうそのまま、というか、ほとんど整える程度なんですが、で、横なんですが、まあこれちょっとですね、ここの横がですね、この辺りがあまり長くないんですね。ですからここはあまり切らないということは、原型丸いですから、こう立ち上がるスクエアにしないとこのボリューム出ないので、やはりここはあまり切らないで、耳のところはですね、もうほとんど出てますが、まあちょっともう完全に出てますので、ちょっとネックラインをつけるような感じですね。そんな感じで、このバングするっていうことはですね、こっちは上げますので、ここが長いと上がりにくいんですね、右側が。そしてバングした時に、まあいろんなスタイルありますけど、バングさしといて左側またここをグッと上げるような場合ですね、まあ基本的にはあのリーゼントってそんな感じだと思うんですけど、こういうふうにですね、そうするとこの辺は長くしなきゃいけないんですけど、ここですね、ここはやはり右側と同じようにちょっと短めにして上がりやすくすると。そしてそのバングの仕方もですね、まあ、ずっとこの端までですね、垂らすんであれば、この長さがあっていいんですけど、よくリーゼントでもですね、まあ、アスカのスタイルとは違いますけど、こうやって真ん中だけ垂らして、こっちはこう上げるようなリーゼントがありますけど、こんな感じでですね、そういう場合にはですね、この、ここのところっていうのは、しっかり上がるような、あの、毛量にしとかないと、長さとか毛量にしとかないと上がらないですね。アスカの髪型はちょっとこう、ずーっと下ろしちゃった感じで、まあでもここは上げるって感じですので、まあその状況を見ながらですね、カットしていきます。じゃあ今からですね、こう実際にカットします。今日まずトップの長さから決めてみます。これでですね、正中線上を、この7センチに切ります。こんな感じでですね、少しこう前に、若干前に下がる感じですね。で、前髪は切らないので、ちょうどここで、まあ、前髪のところにつながる感じなので、ここは切ってないですね。で、後ろは一旦上がります。こう上がってですね、ここの長さですね、今この長さで、10センチぐらいですね。で、ここからまたストーンと落としますので、ここは切りますね。まあ、これはもう原型のによって長さは変わりますので、まあ、たまたま今日の場合にはここは今、後頭部の後ろのところを5センチぐらいに切りました。7センチ、10センチ、5センチぐらいに切りましたけど、まあそれはもう原型によってですから、それよりも長い場合もあれば短い場合もあります。で、その今度横なんですが、右が上げますので、ここはですね、少し前に出すんですけど、前髪そんなに切らないですから、ここですね。でも前に出してですね、で、そこからはこのガイドに合わせて、ここ水平ですね。ここは水平に切っていきます。で、後ろもですね、こう10センチの長さのところに回り込んでですね。で、左側は
ここは長さ残しますので、一旦ですね、ちょっとこう少し後ろに引いて、後でまた長さ調節しますので、後ろに引いてこの水平のラインだけ切ります。まあ、このままだとちょっと左の上げる部分長すぎちゃうので、で、まあ、ちょっと溶かしながら様子見ながらですね。で、今度この角なんですが、ここは、ここもまあ、上げるところ、まあ短いですからそんな切るところないんですけど、一応前の、前にですね、出して、上げやすくしてですね、ここは、そのガイド、10センチのガイドにこうずっと、あまりこうずっと三角形に取っちゃうと、この角の45度のところのボリュームなくなっちゃうので、ここなんですけども、あまり長さ変えるのもあれなんですけど、一旦ですね、ここ置いてですね、ここで切ってみます。そんなにまあ長さ変わるわけじゃないと思うんですけど、ここを切っとかないと、この部分切っとかないと上がらないので、でそして今度その下ですね、ここはもう長さないんですけど、一応縦に切ります。ずっと縦に切っていきます。ぐるっと一周ですね、まあ、こっちの方がちょっと切る毛が多いですね。でもうその下ってそんなに切る毛ないんですけど、一応ですねここももう一段縦にぐるっと後ろもですねぐるっと一周ですね、ちょっと右の方が少し、左の方が少しなんか毛が長いというか、右の方がちょっと薄いですね。で、今度、この後ろなんですけど、ここも短いですけど、ちょっとチェックのために縦でというか、まあ、ちょっとこう肩がありますので、こう斜めにですね。取れるだけ斜めに取っちゃいます。そして、これでですね、ここの部分なんですが、ちょっと合わす意味でここですね、こうするとですね前は下ろして、まあ、かけあのパーマにもよりけりなんですけど、ここをですね、まあ、あまり上がりにくいようにですね、垂らすってこと上がりにくい、でもここは上がりやすいようにですね、こんな感じで、じゃあ今度ここ一応ですねすくい刈りで、長さそんな切る気ないんですけど、すくい刈りでちょっとチェックをしながら、そしてですね、お土産ちょっと短めにしときましょう。で、もうここだけ短くなってますので、もうネックラインつけちゃいます。で、こちらもですね、左側もここもすくい刈りで、事前、事情、事後。で、接住。お土産はちょっと短めにして、で、ネックラインをつけます。で、後ろですね。後ろも、まあこれ、そんなにもう長いわけじゃないので、ここをですね、五運行で、こう、すくい刈りします。そんなにもう上の方まで切る必要もないので、ちょっと下の方だけなんですけど、で、ここに、まあちょっとですね、そんなに丸くするというより男性っぽさですね、このスタイルから言うと男性っぽさが残るようなネックラインですね。で、前髪一応ですね、まあ、チェックします。まあそんな大丈夫ですね。そしたら、今度はですね、毛量調節ですね。まあ、前の感じ、そんなに、もうこのままでもいいぐらいなので、この
前外したこの辺りからですね、少しすきます。これもやっぱり毛花の辺りはちょっと長めにして、でここでその横もですね、やはり丸く取っちゃうとスクエアにならないので、少しこうスクエアっぽいすき方ですね。こう両端がこうなるようにですね、この角も見て、毛が多そうなところ、まあ今日の場合はですけど毛が多そうなところをすいていきます。まあ、これはもうその条件的にどういう条件かによってすく量だとかすく、位置とかですね、全て変わってきます。で周りはですね、これちょっとすくい狩りで、押し狩り持ちのすくい狩りで、ここもスクエアなんですけど、こうすいていきます。こんな感じでですね、左側も同じようにですね、あまり丸くこう入っちゃわないようにですね、後ろも、まあ、ここもさっきのカットと同じような感じで、ずっとこれ毛量、毛花のところ長くしましたけど、あまり多いようならこうやってすいちゃいます。右側もですね、レディースのウィッグってのは本当に丸くなりやすいので、やっぱりカットもセットもそうですけど、そこ注意しないとですね。はい、ということでカットはこんな感じなんですが、これをですね、今日はアイロン使って形をつけてみたいと思います。あのパーマをコールドパーマでやるんでしたら、もちろんこう先にこんなカットしちゃったら負けなくなっちゃうんですけど、まあ、今日はですね、この周りがもともと短いので、あまり短い毛コールドパーマで巻くと、まあ、ちょっとイメージと違っちゃう感じも出てくるので、今日の場合にはアイロンでですね、まあ、アイロンで、もともとアスカのヘアスタイルっていうのはそんなカールを出したスタイルではないので、周りはちょっとこう抑えるような感じで、まあ、上の方はですね、ちょっとボリュームと、まあ、少しこう後ろに行きやすいようなカール、その程度のカールですねをやってみたいと思います。じゃあこれをですね、今から1液をつけて時間を置いて流してみます。今ですね、1液つけまして、10分置いて流して乾かしましたけど、そんなカラカラに乾かしたわけではなく、ちょっと水分残るぐらいの乾かし方ですね。1液はオールウーマンの1剤を使いました。でここがですね、結構ブリーチが、まあ、ハイブリーチになってるので、まあ、ここのところがですね、今傷まないかちょっと心配なところなんです。今は別にチリチリしてるってことはないんですけど、まあ、そんな感じですね。でアイロンなんですが、丸アイロンで、今日は全体にですね12ミリのアイロンでかけてみます。温度は160でいってみましょうか。で12ミリのアイロンで、ま、周りは、あ、上の方はそうするんですけど、周りはもうちょっともう短いので、6ミリでですね、ここはまあそんなカール出さないで寝かす程度ですね。じゃあスタイルをイメージしてですね、まあどのようにアイロン使うといってもですね、どのようにかけていくかっていうのは本当にその状況によって違うんですけど、例えばですね、あの根元は根元で細いので根元を形成しておいて巻く場合もあれば、まあ、今日はですねそれはしないでこの12ミリだけでやってみますけど、で右側は上げますのでこう後ろにかけます。でこの下げるところはこう前にですねという感じで、ここからですね、まずは根元を押し出してですね、押し出して、この時の押し出し方はもうその時のどのぐらいのこう立ち具合というかですね、まあ作ろうとするスタイルよりに、あのどのぐらいこう、まあ、逆らっている毛なのかってことを考えて、このここでの置く時間もですね、まず押し出しますね。そして毛先ですね、
まあ、この辺もちょっとブリーチが入ってますので、あんまり強すぎちゃうと傷むかもしれません。これは、まあ、上げる場所ですね。押し出します。で、ここから毛先ですね、を刻みながらこういきます。で、中間ですね、ここで少し時間を置きます。これでとりあえず後ろまで行きます。かけていく、まあ、方法としては同じですね。押し出して毛先、まあ、これ今ここに下げていてもこれだけ長さありますけど、ここをずらします。ずらしていって、で、中間なんですけど、この時に今ここに空間がありますけど、この空間をですね、前に持ってきます。そうすることで毛先が折れないようになりますので、まあ、このぐらいの強さで、12ミリとこのぐらいの強さですから、あのカールが出るというよりも方向と、まあ、少しの癖がつくと今日はちょっと外で工事してますので雑音が入っちゃいますけど、まあ、この辺ちょっと毛花がありますので、その状況によってですね、根元をしっかり置くかどうかを考えてですね。で、ここですけど、ですね、まあ、この垂らす部分のこのこっから入っていきますか。じゃあここも同じですね。かけ方としては本当に同じことですね。毛先をとにかく傷めないようにですね、毛先潰しちゃうと傷んじゃいますので、表面に出てくる毛ってのはやっぱり毛先ですので、カールが欲しい場合はやっぱアイロンパーマだとなかなかカール出にくいので、コールドパーマの方がいいと思います。アイロンパーマってのは本当はあくまでもカール出すというよりも、こうドライヤーで乾かした時にちょうどそのもともとですね、こういう何もしなくてもカール癖がつくような癖にするのがアイロンパーマですよね。ここはまあその垂らす部分との中間部分ですね。今ちょっと前にかけましたけど、まあ場合によってはグッと上げる場合にはここをもっと後ろにした方がいいんですけど、まあ今日はこの角度ですね。ここが前髪がですね、こう押し出してですね、ちょっとこうボリューム出す場所ですので、押し出したらもう一回高い位置でもう一回押し出します。ここが高さの位置ですね。ちょっと高くしておきます。で、長さありますので、毛先結構長さもこれだけありますので、毛先、前髪の毛先が傷んじゃったら本当に形にならないので、ここは特に慎重にですね、毛先はずらしながらですね、この中間でどのぐらいかけるかも、これもまあどうするかによって違ってくるんですけど、その場所その場所で置く時間っていうのはもう本当にここで根元でどのぐらい置くか、その根元のその一段上でどのぐらい置くかで、毛先もですね、ここもここでちょっと一回曲げるんです。ここどのぐらい置くかですね。毛先はこの抜き方もこれ時間でですね、スッと抜くのか、ちょっと刻みながら抜くのかによっても違います。で、この中間もですね、これ今まだ空間ここにあります。ここでどのぐらい時間を置くのかで、今度空間を前にしてここでまた時間どのぐらい置くのか、こう全てどうしたいかによって違ってくるんですけど、
ここはちょっとこう短くなってますけど、一応ここはですね後ろに来るように、これ短いですからちょっとここはしっかりかけます。これしっかり、まあ、12ミリですからそんな細いのじゃないので、ちょっとしっかりかけておきます。ここもですね、まあ、根元先にやらなくてもこうやって先をやっといて根元でもいいですね。このぐらい短くなってくると3、元先中というよりももう2回ですね、中間から先をやっといて、で根元から中間、でじゃあ後ろを先にやっちゃいますね。この辺りちょっと毛花もあったりするので、まあ、ウィッグでもちょっと毛花が毛花らしいところもありますけど、あんまり立つ場合には根元しっかりですね。じゃあここからですね、そうですね、ちょっとこっち側やっちゃいましょうか。先にこっち側の後ろに来るところ、ここが本当にメッシュが入っちゃってるので、その部分はただ選べないですからね。このメッシュの部分だけ弱くったわけにいかないので、まあ、ちょっと注意しながらですね、まあ、とりあえず今日は巻けるだけ12ミリで巻いといて、その下は6ミリで、まあ、アイパーっぽい感じのかけ方ですね。でも結構長さ巻けちゃいますけどね、下の方まで。まあカール出さないんであればもうこの辺で巻くのはこの辺にしといて6ミリでやってもいいんですけど、ここは長さありますし、ここ、まあ、ボリューム出す場所ですので、ボリュームが出るようにですね、この辺りは、まあ、ボリューム出す場所というのは丸い原レディースの丸い原型に対して、まあ、ちょっとスクエアなシルエットを作ろうとしてますので、後ろもですね、結構まあ下の方まで巻けますので巻いちゃいます。今度こちらですね、ここもちょっとスクエアにするために押し出して、まあ、今そんなにバックに巻いてるわけじゃないんですけど、このサイドのところとか、まあ、これは本当その時によってなんですけど、すごくリーゼントっぽい感じにするんでしたらもっと後ろ向きに巻くんですけど、まあ、下に巻いてもですね、カールがあることによって、まあ、後ろになびくようにはなりますよね。こう押し出します。短くなってくると2回の場合もあるし、もう1回でできちゃう場合もありますね。ここで挟んで、もうこれだけですね、挟んでずらして終わりですね。
挟んでずらして終わりと。基本的にはまあ元中先という3段階に分けて書けるといいんですけど、短くなってきたら2段階またはここにですね1回ですね。ここだったら根元を押し出すね、まあ、ちょっと根元を押し出さないとこの辺ボリューム出す場所ですね。そしてずらしたらもう終わりですよね。そうすれば毛先を折ることもないですから、根元を押し出しといてずらして終わり。ここは根元というよりももう本当にあまり根元を押し出すと変に癖ついちゃうので、ただあのスタイルでもですね、どのぐらいセットでどのぐらいにするのか、こうやって癖をつけるのでどのぐらいにするのかによっての組み合わせなんですけど、セットほとんどしない場合にはこっちの癖でアイロンでしっかりつけなきゃいけないんですけど、あまり強くかけないでセットでその後の形をつけるっていうんであれば、まあそれなりの強さでいいと思うんですね。じゃあ今度アイロンを変えて6ミリでやってみます。まあここは巻くというよりもですね、本当にちょっとこう押さえるだけですね、ワイパーのように。しかもこれスライスもここいらないですね。もうこのぐらいでしたらこれで、これちょっと時間を置いてちょっと押し出して、ちょっと少しだけ押し出して、こんな感じでいいと思います。まあこれだけでもですね軽くかけてありますけど、ドライヤーかけるとそっとこう寝るようになりますので、ここもですね、まあ、押し出すっていうのはこっちのこの、グローブ側ですね、グローブ側をこう動かすことによってこうやって押し出すことができます。そんなにあの前にずっとやるということではないので、グローブをちょっとこう回転する感じですね。ただ強くかけるんであればここで少し時間を置いた方がいいんですけど、まあ、今日それほど強くかけなくても、まあ、ここ立つといえば立つんですけど、特になんか右がちょっと短くて立つんですけど、それでもですね、まあ、さっきのその軽く出入りをすることで完成するぐらいの強さでいいと思うんですね。あんまりこうガチッと寝ちゃうよりもですね、ですからこのぐらいの強さでいいと思います。でこれでですね、今巻いた感じこんな感じですね。で2剤をつけて流してみます。はい、今2液を流しまして、タオルドライした状態なんですが、まあ丸いウィッグですので、やっぱ乾かさないとこの辺のボリュームは出ないんですけど、まあ大体濡れた感じでこのぐらいの強さってことは、まあいい感じじゃないかなって思います。まあ、こうですね、こんな感じですね。そんなにカールがあるわけではないんですけど、こちらはちょっと上がりやすくなって、で、前髪はこう垂らして、こうって感じですね。で、ただ、スタイルっていうのは、カットだけで全部できるわけでもないし、アイロンだけで全部できるわけでもないですね。で、やっぱり、それをどういうふうにスタイリングするかによって、やっぱり違ってきますので、やっぱ乾かし方とかですね、そういうのが大事になってきます。じゃあですね、これを今からドライヤーで、まあ、手でですね、手で乾かしながら、膨らますところは膨らましたり、こう流すところは流したりしてみます。
今はこれな手で顔を乾かしただけなんですけど、乾かすときにですね、膨らましたいところのやっぱり根元をこう手でこう膨らます、立たすような感じにしてですね、そして前髪も、まあ、下げるとは言っても、まあ、ちょっとべちゃんとなっちゃうと形つかないので、少しこう持ち上げる。持ち上げることによってアイロンをかけたその癖が出てきますので、まあ、周りはちょっと抑える程度ですね。まあ、こんな感じで、まあ、今日はですね、ソフトワックスをつけてみます。まあ、何をつけるかっていうのは本当にその時によって、ちょっと収まり悪いなっていう時には、まあちょっと固まるようなジェルみたいなのをミックスしてもいいと思いますし、まあ、本当に形ついちゃうようでしたら、まあ、ヘアクリームに、まあ、最後軽くヘアスプレーちょっとこうつけるぐらいでもいいと思います。でこれで溶かしてみます。ちょっと今日はメッシュコームで溶かしてみます。こっち側は上げる感じですね。なんかこのぐらいでしたらですね、かけてしばらくはですね、そんな分かれないと思うんですけど、まあ、伸びてくるとちょっと分かりやすくはなるんですけど、でこっち側も少し上げてですね、まあ本当に手で乾かしただけのスタイルですので、まあ、自然な感じに収まってるとは思うんですけど、はい、こういう感じですね。これで、こっちはバアップですね。そしてこっちはバングですね。で、こうバック調、まあリーゼントっぽい感じのバック調にしてですね、まあ、後ろもこういう感じですね。まあ、ここもちょっと、まあ、ブリーチはしてありますけど、まあ、そんなに傷んだわけではないので大丈夫だと思います。まあ、もうちょっとこうピシッとしたスタイルにする場合には、やっぱドライブラシでですね、こう、もうちょっと膨らましたり抑えたりするといいと思いますけど、まあ、ナチュラルな感じに収めるんでしたら、もう本当にハンドブローでですね、こんな感じで乾かして、ちょっと整髪料つけるぐらいでいいんじゃないかと思います。はい、ということで今日はですね、チャンネルの方のメッセージ、まあ、コメントにありましたチャゲ&アスカのアスカのヘアスタイル、まあ、アスカのヘアスタイルもなんか検索してみるとなんか長い時もあったようなんですけど、まあ、このスタイルっていうのは本当に、まあ、今のスタイルっていうわけじゃないんですけど、でも定番といえば定番だと思うんですね。男性ってやはり片方上げて片方垂らすっていうのをやっぱり、まあ、いつの時代でもまあ憧れるし、まあ、需要のあるヘアスタイルですので、まあ、今本当にこの全くこの何年ぐらい前からですね、10年前とかもっと前、10年じゃ聞かないぐらい前のスタイルだと思いますけど、まあ、本当にタイトルにありますように錆びない髪型ということで、まあ、いつの時代でもこう受ける髪型ではないかなというふうに思います。で今日はまあアイロンパーマでやりましたけれども、その状況によってですね、コールドパーマだったり、まあ、何もそういうパーマとかいらなくてカットだけでできる場合もあるんですけれども、ただやっぱりこういうスタイルにするってことは、先ほども言いましたけれども、パーマかければもう形がついちゃう、カットすれば形がついちゃうということではなくて、やはり普段の手入れですねが大事だと思います。やはりここで心を上げるには、そのまあ何をやったにしてもですね、カットだけにしろ何をやったにしても、ここを上げるにはその人の状態がどうなのか、でそのためには普段の手入れでドライヤーでしっかりかけなきゃいけないのか、整髪料だけでいいのかとかですね、で最後やっぱりこうキープするにはヘアスプレーとか使った方がいいのかとか、もうそれはもうその人によってですので、まあいずれにしてもですね、どんな条件であろうができないことはないと思うんですね。カットをどうするか、癖をどうするか、で普段の手入れをどうするかによってできないことはないと思います。ただし最初に言いましたように、何もしなくてもこの形になるような気質というかですね、その条件の人もいますので、やはり髪型が持つか持たないか、
ていうのはですね、やはり本当にその人によっても違うと思いますけど、常にこういう状態にしたいんであれば、やっぱりそれなりにですね、もう伸びすぎたらやっぱカットしなきゃいけないとかですね、必要であればやっぱ甘をかけた方がいいとかで、それでもやっぱりこう別れたりするような場合にはやっぱり朝手入れをするとかですね、そんな風にしておけばですね、こういう望むヘアスタイルにどんな人でもなれると思います。はい、ということで今日は以上です。